そうだな。どんな感じで最初うわーってやんの。まあせーの、ハッピーバースデーシェリーっていう感じ、いいんじゃない。オッケー。じゃあみんなせーせーのハッピーバースデー。ありがとう。おめでとう。お待たせいたしました。手巻き寿司になります。本日のシェリーが作ったお寿司。いやー、嬉しいね。ごめんね、ちょっとすごい待たせちゃって。全然、ありがとう。じゃあ、乾杯。先に乾杯を。シェリー、誕生日おめでとう。おめでとう。ありがとう。良い1年を。良い1年を。なんか、正月みたいな。誕生日があるからじゃあ、なんか何が好きとかあんの？アヒ。アヒさ、よかった。アヒ生でいける？アヒはいけるよ。あ、そうなんだ。マヒマヒって生でいける？どこ？マヒマヒなんかいけないんだ。マヒマヒっていけないんだ。そうなんだ。じゃあ味こうか。みんなマヒマヒを取らないように。なんかやり方見せて買ってきそうに好きな材料を乗せて巻く、巻き方多分ご飯多かったらね、巻けなくなっちゃうかも。オッケー。もうでかいでかいよ。いっぱい食べて。ありがとう。さあもう皆さん、何これ避けるチーズ。楽しい。え、何それ避けるチーズ。カニカマだよ。避けるチーズでしょ、絶対それが。表裏ある雰囲気的にはこっちが中で箸で取るんだぞ。そうなんすか。そうです。それルール？みんなが取るから。もう今日はルールなしで。いいよ、いいよ、ガイ。私がルール決めるから。また指で取ってほしいな。指で取って。手巻きだから手だよね。いただきます。早かった。すげえ太くなっちゃった。あ、わさび入れるの忘れた。お食べ。わさびやば。お食べ。おいちい。おいちい。大丈夫。出す。せいはいつもバースデーは家族と過ごすの？多分。アメリカって家族が多いよね。まあ家族も多い。両方みんなが集まる。誕生日って大事やんな。めっちゃなんか自分の誕生日何もなかったら死にそうになりそう。そうなんだ、うん、彼女の誕生日とかすげえ考えたな。そういえばプレゼントとか考えるの大変じゃない？女の子へのプレゼントの方が簡単じゃない？そうなんだよ。女から男へのプレゼントの方が難しいと思う。そうなんだ。選択肢は確かに、うん、こっちの方が多い気がする。女の子ってさ、なんかアクセとかさ、別にいっぱいあるうちの一つになるけどさ、男の人ってなんか同じものずっと使うやん。で、あげて気に入らなかったら無理してずっと無理しては使わないんじゃないかな。でもなんか、でもそれで使ってくれなかったらショックだしね。難しいな。彼はどういうプレゼント買ってあげるの？気になるね、ガイの彼女への誕生日プレゼント。確かに気になるわ。ちょっとなんか花とか拾って貝殻とか。あ、でも花、花、うん、それしたことある。おー、貝っぽいね。自分で、多いね。花取りに行って、うん、かわいい。うん、かわいい。出る出る出る。ないや、ないや。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. 似合うわ。似合うわ。Happy birthday to you. 似合うわ。ミスハワイはやっぱ違う。ミスハワイ違うな。ありがとう。ハッピーバースデー。ありがとう。何やってんだ。